次に野村郁代議員の質問を許可します。野村議員。一般質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。大変最後の2人となりました。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。では、通告に従って順次質問をしておきます。1、教職員の多忙化解消について、先の大森議員と重複する部分もありますが、私なりの観点からお尋ねをしますのでよろしくお願いをいたします。2014年6月に結果公表された OECD の国際教員指導環境調査において、日本の教員の勤務時間は他の参加国よりも特に長く、人員の不足感も大きいとの報告があり、それに対して文部科学省は、学校現場の困難化に対する体制整備、勤務負担の取り組みについて推進すると答えています。本市においても、すべての学校園に出退勤システムが導入され、勤務状況把握に努められていることと思いますが、多忙化は依然として解消されていないのが現状です。多忙化解消については、これまでも何度となく質問をしてきましたが、改めて多忙化解消について、委員会ではどのように考えておられ、現在どう対応されておられるのかをお伺いします。2、子どもの貧困の現状と対策について、政府の調査によれば、日本の子どもの貧困状況が先進国の中で厳しく、厚生労働省が7月15日に発表した2013年の国民生活基礎調査では、17歳以下の子どもの貧困率は、前回を 0.6% 上回る 16.3% となりました。また、生活保護世帯の子どもの高等学校と進学率も 90.9% で、全体の 98.6% と比較して低い水準になっています。子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況になる子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的に、子どもの貧困対策に、子どもの貧困対策の推進に関する法律が昨年6月に成立し、今年1月に施行されました。8月29日には、困窮家庭の子どもが大人になっても貧困から抜け出せない貧困の連鎖の解消を目指す子どもの貧困対策大綱を閣議決定しました。5年前、文部科学省がお茶の水女子大学に委託した調査で、全国学力学習状況調査の結果の分析によると、保護者の収入が多い家庭、教育支出が多い家庭は、子どもの成績が良くなる傾向があることが確認されたと、新聞報道されたということを、私自身が質問をの時に述べさせていただいております。先日、今年度の全国学力学習状況調査について、個人の結果がすでに各家庭に返却されていると伺いました。家庭の経済的な環境が子どもの学力に影響を及ぼしていることが言われて久しいですが、本市においての保護者の経済的な状況と子どもの学力の関係についての現状はどうなのかお伺いします。3、ひとり親支援について。先ほども述べましたが、厚生労働省が7月に発表した2012年の子どもの貧困率は 16.8% で、特に母子家庭など、ひとり親家庭の貧困率は 54.6% と高く、他の先進国と比べても深刻な状況です。母子世帯の平均所得は児童扶養手当などを含めても、全世帯の半分以下とのことです。全体を見ますと、非正規労働者の割合は、1993年の 21% から、2013年は 37% まで増えていますが、これには母子家庭の増加も影響していると言われています。特に子育て中のひとり親は、残業や転勤が難しいことから、なおさら正社員になるのが難しいようです。先ほどの質問と重なりますが、子どもの将来が育った環境で左右されることがあってはなりません。そのためには、ひとり親の就労をしっかり支える必要があります。
同じ母子家庭であっても配偶者と死別したり離別し母親が受けられる税制上の優遇措置である家父控除は未婚の母親には適用されないという課題は以前からしてきており、まずは保育所保育料の算定にみなし適用してはどうかという質問も何度か行ってまいりました。先の大森議員も同様のご質問をされ、市からは保育所保育料算定における家父控除のみなし適用について来年度からの実施される旨の答弁がありました。一人親は必ず働かねばならないのですから、親の就労に関する条件整備の意味でも保育所保育料をはじめ他の事業についても池田氏のように導入を検討されてはいかがでしょうか。検討をお伺いします。以上で1回目の質問を終わります。石田学校教育部長。はい、ご質問に順次お答えいたします。はじめに1、教職員の多忙化解消についてお答えいたします。学校園においては管理職が出退勤管理システムを活用して教職員の勤務状況を把握し、長時間勤務をしていると思われる教職員に対しては健康面への配慮をしながら改善に向けた指導を行っております。また会議などの持ち方の工夫や行事の見直しなどを行い、教職員が子どもたち一人一人としっかりと向き合える環境整備に努めているところです。教育委員会としましても、学校園における多忙化解消の取り組みを支援することに加え、教育文化センターにおけるメンタルヘルス相談などの対応や、調査、統計事務等の見直しを進めています。また、教職員の多忙化の一因となっている学校事務の負担を軽減するため、学校事務職員の学校運営への参画や、平成27年度からの公務支援システムの導入に向けた取り組みを進めています。次に、2、子どもの貧困の現状と対策についてお答えいたします。全国学力学習状況調査において、市町村教育委員会に提供される調査結果のみでは、市単独で保護者の経済的な状況と子どもの学力の関係を分析することはできません。そのため、全国的な傾向になりますが、文部科学省の委託により、国立大学法人お茶の水女子大学が分析した平成25年度全国学力学習状況調査の結果を活用した学力に影響を与える要因分析に関する調査研究によりますと、保護者調査票の各項目と子どもの学力との関係を調べた結果、学校外教育支出と学力との関係は強く、学校外支出が多い家庭ほど子どもの学力も高い、世帯収入が高くなるにつれ、学校外教育支出も多くなる傾向があるとの分析が挙げられております。水野子ども青少年部長。3、ひとり親支援についてお答えいたします。保育所保育料等の算定における家父控除のみなし適用につきまして、これまで課題整理を行ってきたところですが、子どもの福祉とひとり親に対する就学前就学後を通した継続的な就労支援を図る観点から、保育所保育料、さらには留守家庭児童会室保育料などの算定における家父控除のみなし適用につきましても、来年度からの実施に向け、具体的な検討を進めてまいります。野村議員。それぞれにご答弁ありがとうございます。それでは、順次2回目の質問と要望させていただきます。1、教職員の多忙化解消について、今日的な学校の多忙な状況の中で、教職員の配置について府内全域で講師が不足している状況があると聞いています。本来教員が配置されるべきところに代わりの講師が見つからず配置されないままだと他の教職員の負担が増すことになります。そのことは子どもたちと向き合う時間を確保することを困難にし、一人一人を大切にする教育ができなくなってしまうことになるのではないでしょうか。そこで委員会は講師配置の現状と課題についてどのように考えておられるのかお尋ねします。
石田部長。はい。ここ数年、教員の大量退職が続く中、大阪府内では新規採用者数が退職者数に追いつかず、教員の欠員を講師で補わなければならないため、講師が不足し、枚方市内でも欠員状況が生じている学校があります。このような状況の中、教育委員会は、欠員の生じた学校につきましては、全力を挙げ、一日も早く講師を配置するよう努めているところです。そのために、近畿各府県内の大学を訪問し、講師登録の協力を求めたり、退職教員への働きかけなどにも取り組んできました。また今後、教員免許状をお持ちの市民の方を対象に、講師などの仕事についての説明会を開催するなどして、講師人材の確保に向けて取り組んでまいります。野村議員。はい、ありがとうございます。委員会が取り組まれている状況については理解をしました。ここ最近は定年を待つことなく退職される教職員が多いようにも感じています。大阪府の教育環境等に関する内容が厳しく感じられていることもあるのではと思うところもあります。講師に関しては大阪府の教職員採用に課題があると思っていますし、採用試験の受験者が大阪府以外を希望されている人も多くなっているのも事実だと思います。教職員が心にも体力にも時間的にもゆとりがなく、生き生きと子どもたちに向き合うことができなくなってしまっては、教育の充実に向けた取り組みもできなくなります。そのようなことにならないように、教職員の多忙化の解消に引き続きの取り組みを要望します。また、1学級の児童・生徒数も少ない方が、担任にとっては事務的な作業などの軽減にもつながり、学級運営についても一人一人に向き合う時間も増え、きめ細やかな指導体制が作れます。枚方市では2012年度から市独自に私費負担講師を配置し、小学校第3学年までの少人数学級編成を行い、きめ細やかな指導体制を作ってこられました。このことについては保護者や教職員からは評価する声を多く聞いています。対象を第4学年まで拡大することについては、再三要望をしてきていますが、先の大森議員に対するご答弁で、平成27年度の実施に向けて、その財源の確保など、諸条件の検討に取り組んでいるところですとありました。しっかりと検討をしていただき、財源の確保をし、来年の4月からは、さらに教職員と子どもたちとの関わりを充実させ、きめ細やかな指導ができるように、小学校第4学年までの少人数学級を必ず実施していただきますように、強く要望いたします。その時は、支援学級在籍児童も含めての少人数学級編成となるよう、併せて要望いたします。2、子どもの貧困の現状と対策について、2回目の質問をさせていただきます。本市の保護者の経済的な状況と子どもの学力の関係は明らかになっていないということですが、全国的な傾向とはもちろん同様ではないかと思っています。また、日々子どもと向き合っている教職員には調査結果にかかわらず、認識しているものはあるのではないかと思っています。子どもの貧困2で著者の阿部彩さんは、言うまでもなく、子どもの貧困対策の大きな柱の一つが教育である。教育は子どもの可能性を広げる未来への投資であり、貧困の連鎖を断つ希望であると強調されています。学校教育において現状として学力保障という観点で、どのように一人一人の子どもの状況に応じた学習支援などの対策を取っておられるのかお尋ねします。石田部長。はい。本市教育委員会としましては、家庭の社会経済的背景にかかわらず、すべての子どもたちが自ら学ぶ力を身につけ、基礎学力を向上できるよう、放課後自習教室授業としまして、児童生徒一人一人の理解度に応じたプリント学習ができるシステムを活用した取り組みを行っています。また
放課後や休み時間に教員が個別に指導するなど、子に応じた学習支援を行っております。野村議員。ありがとうございます。2点要望させていただきます。1点目は学力学習状況調査についてです。先日、大阪市による学力学習状況調査の学校別成績の公表について報道がありました。学校別の成績公表は、児童・生徒の本当の生きる力を育むこと、子どもたちのための教育につながるとは私は考えておりません。テストの成績を高めるためだけの指導になるのではないかと危惧をしています。枚方市では、これまで人と触れ合い、共に学び、豊かな心を育むという目標を掲げ、子どもたちの健やかな成長と学びを支えて、一人一人の子どもを大切にした教育に取り組まれてきたと思っています。大阪府に重点対策市に指定されたようですが、わずかなポイント差にもかかわらず、平均より上かどうかに左右されるのではなく、現在、市教育委員会が学校とともに進めておられる分析結果により、どのような力が弱かったのか、また必要なのかを見極めていただき、さまざまな経済的事情にかかわらず、すべての子どもたちに豊かな学びを提供し、学力を保障することが最優先されなければならないと思っております。先日の清水議員の質問に対して、授業づくりなどに課題があると認識しており、授業改革に取り組んでいるところですと答弁されました。教員にとって授業づくりは最も重要なことです。授業づくり、準備に十分な時間の確保も必要です。そのためにも多忙化の解消にさらに努めていただきたいと強く願っています。また、先ほどの阿部彩町子どもの貧困2では、文部科学省の国立教育政策研究所の調査研究によると、学校規模が拡大することによって、教師の声が聞き取りにくくなる、友達とのトラブルが増えた、うるさいなどの難点の方が利点よりも多いことや、学力が低い子どもについては、現行を下回る基準の少人数学級を継続的に実施している学校に在籍している子どもの方が、していない子どもに比べて学力が向上することが報告されているとあります。その点からも、まずは4年生まで、その後順次少人数学級の対象拡大を実施されることを強く願っています。2点目は、子どもの貧困対策についての今回の私の質問に対しては、教育委員会の答弁となりました。もちろん学力保障、学力向上という点では教育委員会に所管になりますが、それだけでは貧困対策とはならないのが現実です。貧困の連鎖を断ち切るためにということで、多くの自治体が生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施されています。学習支援事業まで実施されている自治体はそう多くはありませんが、その中で埼玉県の 県全体で取り組まれている埼玉県生活保護受給者チャレンジ支援事業、アスポート教育支援事業の取り組みを聞く機会がありました。福祉部が主になって担当されていますが、担当課の壁を越えて就労、住宅、教育をトータルで支援をされていて、成果を上げられています。特に教育支援事業では、生活保護世帯の子どもたちを対象に、高等学校等への進学率 100% を達成、自己肯定感の向上に大きな成果がある報告を受けました。2015年度からは生活困窮者支援制度が施行されます。それらの法律等と一体的に捉えて取り組んでいかなければなりません。また、家庭の経済状況等にかかわらず、安心して妊娠・出産し、子どもが健やかに育成されるよう、切れ目のない支援を行える体制づくりなども必要となります。こう聞くと、たくさんの部署が関わってくるというのが分かると思います。子どもの最善の利益の実現を基本原則とし、市全体として
横断的に確実な連携の下で取り組まれることを要望して、私の質問を終わります。ありがとうございました。これにて野村育代議員の質問を終結します。